うわ、はい、うわー、カウンターオーバー、うわー、こんにちは、夜眠れない時はクジラの鳴き声を YouTube で調べてそれを流しながら寝るスタルケルです。今回レビューするのはこちらです。ランダムブースターホエールウェーブセレクトです。それでは見ていきましょう。ということで来ましたね、はい、ついにこのホエールウェーブセレクト来ましたけれども、今回は6箱買ってきました。はい、6箱でさすがに当たるんじゃないかなと、全部ね、はい、当たるんじゃないかなと思ってるんですけど、個人的にね一番気になってるのがこれエレベートです。エレベートの性能が一番気になってます。ホエールウェーブもまあ気になるけど、うん、一番はエレベートだね。はい、エレベートをちょっと狙いに行きます。はい、ということでね、これ特に別に当たりとかはないんですけど、個人的に当たりはまあエレベートだね。はい、まあっていう感じで、まあエレベートがこのね、この色のホエールウェーブにしかついてないので、他が、ハイニードルと、ギアボールか、はい、なのでちょっとエレベートをね勝ち取るにはこれを当てるしかないってことでね、はい、これ当てていきたいですね。はい、それでは早速中身取り出していきましょう。ということで中身取り出すとこんな感じになっております。しっかりとね、全て当てることができましたので1個ずつ見ていきましょう。まずはこちらホエールウェーブ 580E ですね、このブレードホエールウェーブの特徴なんですけれども、台形で遠心力のあるスマッシュ5枚刃で相手に覆いかぶさるように連打する設計ということで、バランスタイプのブレードとなっております。確かにね、こうやって横から見るとこう斜めにこう横にねこう広がってるのがわかるかと思うんですけど、これで相手をこう押さえつけて、高いところからね押さえつけて相手をこう倒すっていう、体勢崩すっていうブレードになっております。で次ラチェット580ベイを高めにセットするパーツ、分厚く遠心力に優れた5枚刃を採用ということで、このブレードがね5枚刃なのでラチェットも5枚刃で合わせられております。で高めにしてますね。そして最後ビット E エレベートですね、大型のガイドがついた設計で姿勢をキープしやすく、エクストリームダッシュ時に軸先が浮き上がりスマッシュ攻撃が可能ということで、いやこれねちょっとこれ一番楽しみにしております。他のブレードとブレードとビットかブリビットと比べるとこんな感じになってまして、あやっぱこの先端のこの部分がなくなってるんだね。はい、なのでその分こうエクストリームラインにこう噛み合った時にこうギュッとこう上に持ち上がるのかな。はい、その動きとかも楽しみです。はい、ということで全てね、バランスのパーツで組み立てられているバランスタイプのベイブレードとなっております。それでは次こちらホエールウェーブ 470HN、 はい、ということでこのハイニードルディフェンスタイプのビットですね。これ結構真ん中にこう留まるので真ん中で相手を待ち構えると、そしてもうこのビットがハイなのでちょっと高いんですよね。なのでこのラチェットは80じゃなくて70にすることによって高くしすぎずみたいな感じにしてるのかな。はい、まあでも高いんですけどね。はい、こんな感じになっております。ディフェンスタイプですね。はい、じゃあ次こちらホエールウェーブ 380GB、 はい、ということでこのラチェットね、ラメが入っててめっちゃ綺麗ですね。はい、でこれ GB なので、まあ、一応スタミナタイプになっております。でこれラチェットがね380なのでこれも高めにセットされておりますね。まあ、なのでこのギアボールねたまにこう暴れるんですよね。ギアにかみ合ったらめっちゃ暴れるので、その暴れた時のアタックとかがね強いかもしれません。はい、それではちょっとね重さ測っていきましょう。それでは比較としてこちらバイスタイガーとね、一緒に測っていきましょう。バイスタイガーが 34.75g でこちらホエールウェーブが37.95、 あほぼ38だな。ちょっと他のやつ比べてみると、あ
38いってる。あ、結構重いですね。38ってことは。はい。じゃあ、ラチェット。6.32。7.37。で、これ U だね。ビット。2.14。そして、エレベートが 3.24。 あ、やっぱ重いですね。じゃあそれ、これね、すべて組み出せていきます。まずはバイスタイガーからいきます。43.20 で、こちらホエールウェーブが、はい、わ、48.56。 あ、やっぱ全然重さが違いますね。はい、ということでね、早速バトルやっていきましょう。それではこちらホエールウェーブ 580E でね、まずは試し打ちしていきましょう。3、2、1、ゴー、シュッ。はい。おわっ、すげえ。めっちゃエクストリームダッシュするけど、上に上がってるかはちょっと上からだとは分かりにくいですね。それではこの横向きでね、ここにこう乗り上がってるのか、ちょっとね、エレベートしてるのか見ていきましょう。3、2、1、ゴー、シュッ。おっ、おー、あ、なんかちょっと早くて分かんないですけど、見てる感じ、こうエクストリームダッシュするときにここにめっちゃ噛み合ってギュッとね上に行ってる気がしますね。一番最初に戦うのはシャークエッジ 560GF。 このアタックをいなせるんでしょうか。いきます。1回戦目、3、2、1、ゴー、シュ。うわ、耐えた。耐えましたよ。そして上から押さえつけて、はい。スピンフィニッシュ、1ポイント。2回戦目、3、2、1、ゴー、シュ。え？いや、でもこれ今どっちもバーストしてますけど、最初シャークエッジが当たってバーストさせた後にシャークエッジがバーストした気がするので、シャークエッジバースト2ポイントで1対2。3回戦目、3、2、1、ゴッシュ。さて、うわっと耐えてる。え、あ、すごい。はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、2対2。4回戦目、3、2、1、ゴッシュ。おっと、耐えて、いなして、押さえつけて、体勢崩して、はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、3対2。5回戦目、3、2、1、ゴッシュ。おっと、耐えてるね。効いていない。うわ、はい、なんと、はい、スピンフィニッシュ1ポイントということで、4対2、ホエールウェーブ勝利。強っ。それでは次はこちら、バイスタイガー 360U。 バランスタイプ対決いきましょう。1回戦目、3、2、1、ゴッシュ。さて、おっと、中心でとどまってますね、ホイールウェーブ。いや、結構いいアタックをもらっているが、うわ、強い。はい、はい、スピンフィニッシュ、1ポイント。2回戦目、3、2、1、ゴッシュ。はい。うわー、いいね。弾いてますが、あ、ちょっと厳しいか、これもしかして。厳しそうだね。はい。スピンフィニッシュ、1ポイントで0対2。3回戦目、3、2、1、ゴッシュ。さて、おーっと、いいね。耐えてはいる。耐えてはいるが、ちょっとエレベートのスタミナが厳しいか、これは。さて、なんとか押さえつけたいが、お、いいね。はい、スピンフィニッシュ、1ポイント、1対2。4回戦目、3、2、1、ゴッシュ。さて、うわー、カウンター、オーバー。はい、オーバーフィニッシュ、2ポイント、3対2。5回戦目、3、2、1、ゴッシュ。うわバーストか。はい、バーストフィニッシュ。バイスタイガー2ポイントということで、3対4。バイスタイガー勝利。
やっぱバースト怖いですね。それではラストこちら、コバルトドラグーン 260C。 ね、この左回転アタッカーと戦わせてみましょう。どうなるんでしょうか。いきます。3、2、1、ゴッシュ。おっと、いいよ。やっぱ重いからだいぶ攻撃耐えてるな。はい、さて、いや、こっからだよ。いや、厳しいか。体勢崩してるから。何この周り、エレベートやばいな。はい、ということで、スピンフィニッシュ1ポイント。2回戦目、3、2、1、ゴッシュ。うわぁ、なんと、はい、バーストフィニッシュ2ポイント決めましたね。3対0。3回戦目、3、2、1、ゴッシュ。はい、うわ、食らったが耐えて、はい、立て直すと。はい、ということで、なんとスピンフィニッシュ1ポイントで4対0、ホエールウェーブ完封勝利となります。強っ。ということで、今回のホエールウェーブ 580E のレビューいかがだったでしょうか。これはね、このまあ、ちょっと高いからバーストがめちゃ怖いんですけれども、耐えた時はめっちゃ強いですね。あのカウンターも決められるし、最後スピンでこう回ったりとかもありましたね。で、一番驚いたのがこの左回転、逆回転と戦った時のエレベートの強さがめちゃくちゃ際立ってましたね。これめっちゃ意外でしたね。なので、これちょっとエレベートね、違うカスタムに、これホエールウェーブじゃなくてね、にしてみたら、もしかしたらなんかすごいことが起こるかもしれないなと思いました。ということで、今回の動画ね、皆さん何かこうこれをカスタム面白いよとかってなったら教えてください。ということで、今回の動画以上になります。いいなと思った方はぜひチャンネル登録、高評価、 X、 TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルキルでした。